翔太郎さんという人はね、一曲一曲こうチューニングを変えるんですよね。困ったもんですね、真似する方はたまったもんじゃない。そんな MC 去年も言ったような気がしてですね、さっきからデジャブに苦しんでる。2曲目はですね、モーリス・ラベルという人が作曲しましたボレロという曲がありました。それを、お塩さんギターにもね、かっこよく弾いております。それをカバーしてThank you.
Thank you.